ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ボンドカーズ浦和ツッキーです。今回ご紹介させていただくお車がポルシェパナメーラ GTS、 こちらをご紹介させていただきます。月村さん、ちょっと久しぶりになっちゃいましたね。そうだね6月ですよね、の M4 以来、はい、ちょっと空いちゃったんですけど、はい、すいませんでした。で、今回ご紹介するこちらの車、とにかくオプションがすごいっていうことで。そうですね、はい、はい、ちょっとオプションを重点的にどんなのがついてるのかお伝えしたいと思います、うん、なかなかうちのホームページとか、あとはカーセンサー、グーなんかだと載せきれないので、もう動画で一気にご紹介しちゃおうっていうあれですね、はい、まあ、質感なんかも伝わると思いますので、そうですね、お届けしたいと思います、はいはい、で GTS っていうことで、グレード的には真ん中よりちょっと上ぐらいなんですか。まあ、ターボの下っていうことですね、はいはい、でもう外観から結構なオプションが、はい、僕も最近勉強してきて分かるようになってきたんであとヘッドライトなんかも、これ高い方のヘッドライト、ね、高い方のヘッドライトです、はいはい、がしっかりついてると。で、ボディカラーもホワイトとキャララホワイト、そうです、はいはい、2種類あって、キャララしてる方のやつ、キャララしてる方ですね、はい、キャララってる方です、はいはい、結構パッと見分かんないですけど、比べると結構色の違いがあって、ちょっと青白いんですかね、うん、ちょっとキラキラしてる感じので、外装のこの辺なんかも全部グロスブラックになってて、あとミラーの付け根なんかもそうですよね。で、本体側もオプションでグロスブラックにしてある感じですね、はい、その辺なんかもしっかりなって、ホイールもオプションの21インチ、はい、21インチ、これかっこいいですよね、はい、うん、外側がブラッシュドというか、はい、はい、そして GTS なんで、しっかり横に GTS のデカールも入ってて、なので、まあ、キャララホワイトの白と、まあ、要所要所こうグロスブラックでまとめてある鉄板な車ですね。鉄板な感じですよね、はいはい、メッキパーツほとんどないですね。ないですね。すごくスポーティーで、まあ、リムにシルバーがあるぐらいで、エンブレムもマフラーカッターも、まあ、クローム、はい、まあ、こっちはブラックで、あれ、これスポエキもついてるんでしたっけ。スポエキついてます。ついてます、はい、はい、で、この辺の黒いモデルレターもかっこいいですね、パナメーラ、はい、そしてあれでしたっけ、これウィングがこう上がるのはグインと上がります。あれ、ベースグレードこう上がらないですよね。こう上がるだけですよね、うん、で、ターボと GTS は、あ、ターボと GTS だけでしたっけ、こうやって上がるんですよね、うん、確か、はい、そうだったですよね、はい、ですよね、はい、外観的にはこんな感じですか。あとプライバシーガラスなんかも、はい、そうですね、で、はい、あとはパノラマルーフ、はい、まあとで中からもね、いいっすね、ここ全部真っ黒に見えるじゃないですか、はい、すごくスポーティーに見えますよね。外観的にはこんな感じですか。で、操作性でいくと、まずはエントリー&ドライブついてるので、はい、握れば開きます。やっぱりこの点、ここまでいくとついててほしいですよね。ついてないとね、ですよね、うん、はい、ここもオプションだっていうのがポルシェだよねそうですね、まあ、よく言えばこう自分仕様にこう組み立てられるっていう。で、この手の車やっぱりこうスッと、そうですね、閉まってほしい。これも欲しい、これも本当は欲しい、はい、まあ、これもちゃんとついてます、はい、もう一回いきますか。さすがに車両価格2000万円ぐらいですから、やっぱりついてないと、ね、本当はついててほしいですよね、はい、まあ、これオプションでちゃんとついてます、はい、こちらの車しっかりついてると、はい、はい、じゃあそのまま中行きましょうか。中めっちゃかっこいいですね、これツートンのレザーインテリアがオプションですね。しっかり入ってると、はい、全部レザーで、はい、ピアノブラックのパネルというかついてて、はい、そしてこれですよ、これ、そうです、はいはいはい、こちらブルメスター、ブルメスター、はい、ハイエンドサラウンドシステムなんちゃらかんちゃらみたいなですね。お値段発表しちゃっていいですか、はい、お値段がオプションで87万円ほど。そうですね、はい、87万円ですよ。やっぱりね、音いいっす。あ、本当っすか、ね、はい、最近の純正のこうオプションオーディオはいいですよね。なるほど、はい、で、シートもフルレザーの、はい、18Wayのやつですか、はい、はい、いいのついてますね。で、ヘッドレストにはしっかり GTS のロゴも入ってて、これいいですよね、本当に、うん、めちゃくちゃこうきめ細やかに、はい、細かくセッティングしてくれるんで、できますよね、うん、なるほど。で、オプションのベンチレーション、シートヒータープラスベンチレーションシートがついてます、はい、ベンチレーションも嬉しいですね、この手は。この手の車はね、フルレーザーになった場合は特に乗ってみたいと思います、はい、
よいしょ、あれ開いてなかったっていう。はい、シートは本当にっていうかスライドの量が結構ないですか、うん、もう足の短い僕にはひたすら前にしないと、はい、でシートはかなりホールド感はバッチリです。そしてさらに細かく設定できますからね、はい、この辺で背中出したり絞ったり、そうですね、はいはい、調整本当に細かくできるので、ね、いいですね、はい、この辺はバッチリじゃないでしょうか。そしてメーターはこんな感じで5連のメーターで、で今回この白いのがなんとオプションということで、そうですね、はい、でここのスポーツ黒のも、スポーツ黒のも、はい、メーターパネルはホワイトで、こっちとこっちで別なんですよね、別オプションです、はい、セットオプションじゃないですね、6万円6万円ぐらいでしたっけ、7万7千円の5万7千円、はい、はい、でもこれって結構こう視界に入る部分なんで、そうですね、うん、変えるとこう変えた感はかなりありますよね、うん、一番目につくところですからね。そしてレザーのインテリアのこの高級感がすごいです、うん、はい、こことこの下側の赤とツートンいいですね、レッドステッチが入って、はい、ツートンめちゃめちゃおしゃれです。でルーフライナーはアルカンタラですね、はい、しっかりこの辺はアルカンタラ で、はい、で全部バイザーなんかも全部アルカンタラっていうと、はい、そしてそのまま上に行っちゃうとやっぱりパノラマですよ、これですよ、開けちゃいましょうか。最高です、最高ですね、はい、いいですね、こんなのもついてると、はいはい、これもオプションでございます。なるほど、はい、そしてナビ周り的には全部この何ですか、この辺もそうですけど電源切ると消えるやつですよね。そうですね、はい、こんな感じ、これの操作系は消えます、はい、そしてここがはい、なんとこの動くエアコンの、はい、ベントが、はい、ついております。そしてシートヒーターなんかとあとベンチレーションなんかも全部ついてるんで、はい、これ両方使えるのが謎なんですけど、うん、はい、その辺もしっかりついてると。そうですね、結構ついてないのありますよね。あります、はいはい、シートヒーターのみっていうのは多いですからね、はい、ベンチレーションこのクラスはやっぱり欲しいですね。なるほど、はい、ついてて欲しいオプションしっかりついてますと、はい、でこの辺はスモーカーパッケージ入ってないんで普通の小物入れになってると。そうですね、はい、であとドリンクホルダー、ドリンクホルダー押し込んでドリンクホルダーにできるのと、あれこれどうやって戻すんじゃっけ、ね、ここボタンがあります、ね、ボタンですか、もうちょっと、あ、なるほど、ね、こんなドリンクホルダーもついてる、あ、ここもこれもオプションなんですよね、これもオプションですね。なるほど、このアームレストのクレストもオプションでついてると、はい、で今回の車は後付けでドライブレコーダーとレーダーも、ドライブレコーダーとレーダー、はい、ついてるとね、はい、あとは地デジつけてあります、はい、そうなんですよね、地デジがついてないんですよね、もともとはですよね、本来はついてないですね、はい、地デジはあのこの間開園ターボに乗ってびっくりしちゃいました、うん、はい、2000万円近くするのにテレビついてないんだろうって。そうなんだよね。今回の車はしっかりついてる、はい、はい、操作としてはナビボタン長押しで切り替わります、はい、音声は AUX ですね。あ、なるほど、こんなのもついてる、はいはい、著作権の関係があるんで切っちゃいます。危ない、はい、危ないダメだ、しのぐと、はい、この辺のナイトビューアシスト、レーンキープ、レーンチェンジ、この辺のオプションももちろんついてる、ついてます。ついてないのはもうそもそもその表示がないってことですよね。そうですね、はい、意外にナイトビューアシスト高いんだよね。あ、そうなんですか、うん、指紋気になっちゃいますね。そうなんだよね、はい、ちょっと傷防止のフィルムを貼りたいです、うん、ちなみにこれまだこの新車種の新車種のアプリケーションはまだ残ってるので、はい、新しい次のオーナーの方が剥がしていただければ。なるほど、いうことですね。誰もまだ触ってないまだ、はい、はい、私はまだアプリケーション越しの操作になるので、はい、はい、ちょっとバックの映像を入れてみましょう。リバース入れた状態、はい、後ろとあとまあ360度アラウンドビューですね。こっちで細かく指定していくとサイドいいですね、うん、
フロントリアとパノラマフロントパノラマリアと、まあ、切り替えできると。バッチリですね。バッチリですね。パナメーラ車幅あるけど、これだけしっかり360度でついてれば、まあ、全然取り回しは困らないですね。困らないですよね。カメラとセンサーを無視しない限りそうですね、はいはい、確認すればしっかり確認できると。そうですね、はい、そんなのもついてます。あとはこれは 4WS がついてますね。どうなんですか走り的には。いやまだ実際試しせれてないので。ただお客様からの問い合わせで、まあ、他のパナメーラ使ってる時とかもリアアクスルステアリングついてますかっていう問い合わせはあるんで。あ、そうなんですね、うん。でお客様の中では結構こう重要視される。そうだ、このサイズを取り回すのに、はい、まあ、この辺だとやっぱり東京都内のお客様とかも多いので、はい、そうするとこう少しでもやっぱり回転半径小さい方がいいっていうお客様もいらっしゃるんですよね、はい。まあ、これはそのリアアクスルステアリングがオプションでついています。ついてる、はいはい、そこ後付けできないですからね。後付けはできないからね、さすがにね。テレビとかだったらこう後付けできますけど、うん、カメラとかだったらそこはやっぱり重要ですよね。そうですね、はい、しっかり今回の車はついてると。ついてます、はい、はい。モリモリのオプションでございます。最高です、はい。あとハンドル、ステアリング周りとしてはオプションはこの辺がオプションですか。そうですね、はい、しっかりついてると、はい、ACC、 あとオプション一覧は後で差し込む感じ。はい、差し込みましょう。そうですね、はい、とにかくいっぱいついてる、はい、ついてるので、はいはい、いいっすね。レザーの質感もすべすべレザーで、はい、かなりいい感じです。内装的には、あ、そっか、シートベルトが、シートベルトも、そうです、シートベルトもこれオプションでちょっとアクセントにいいんじゃないでしょうか。最近ちょっとシートベルト結構赤くなったりとか、うん、はい、こう両サイドが赤かったりとかしますけど、うん、はい、あえてクレーンを選んであたりがおしゃれですね。そうですね、そんなのもついてると、はい、ちょっとじゃあ後ろも乗ってみたいと思います。じゃじゃーん、なんと後ろエアコンが4ゾーンのエアコンですね、はい、がついてると、はい、この辺も嬉しいですね、はい。で意外にこう標準のボディでも快適っていう、うん、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。よいしょ、うん、フロントと違ってリアは結構柔らかめの、はい、座面で、ただ背中のホールド感は結構普通の車よりありますよね。そうですね、はい、そしてリアのエアコンはしっかりこんな感じで放送、ここもこういうオープニング画面が、でしかもちゃんと GTS になってるんですよ、ね、うん、はい、その辺もしっかりついてると。そしてこの辺のセンターベントもこれでこう連動して、これすごいですよね、はい、必要かっていうここはいやいやいや、こういうギミックは必要ですよ、はい、やっぱり、はい、こう満足感が違いますから。そしてリアしっかりシートヒーターもついてて、はい、リアのベンチはついてないです、はい、フロントのシートヒーター、はい、シートベンチでしょ、フロントのみですね、はい。そしてこの辺がシェードの開け閉めが、はい、ついてると。個人的にはこの辺は手でやった方が絶対早いしなんてこと言ってるんですか、はい、ダメですよそんな、はい、重量的なものとか この動作がいらないです、はい、ここで全部できる。そうですね、はい、でこのリアの貧乏さいこと言っていないですねそうですよ、はい、でリアのこのシェードもしっかりこの手元のスイッチで。そうですね、はい、で、こっちのあ、それオプションなんですよね、はい、ここも、はい、プライバシーガラスプラスシェード、もうだって後ろに乗ってる人全く見えないじゃないですかこれ、はい、いいですね、バッチリです。日差し強い時はプライバシーガラスだけだとちょっと心もとない時ありますからね。確かに、はいはい、でリアの居住性というかは結構快適です本当に、うん、シート割と高めで、うん、あ、アームレストもアームレスト、ね、ここもしっかり入ってるんですね、こんなのが。そしてこの中には、はい、ちょっとした小物入れがついてて、はい、でこの下がドリンクホルダーです。そうですね、はい、こんな感じのついてます。 USB が、あ、2系統最初からついてるんですね。そうだね、はい、いいっすね、うん、充電器の取り合いにならないっすね。ならないね、はい、そんなレアシートになってます。綺麗です、はい、非常に。そうですよね、今回の車なんと走行が1000
もうじき300キロ。すごいですね。ほぼ新興じゃないですか。そうですね、はい、ピカピカです、はい、もうだから内装もめちゃめちゃパリ。女の方のガレージに入れて、まあ、たまにしか乗んなかったんで。あ、そうガレージ保管の車です。なるほど、はい、じゃかなりもうパリッとした内装のままでございます。はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います。トランク、この足で開けるやつがついてるってことで、はい、こんな感じで。もうね、両手に持ってる時とかね。そうですね、クイッつってね、はい、そうですよ、うん、一旦置いてなんて言ったらスマホじゃないですか、はいはい、ちゃんと足で開けられると、はい、そしてパナメーラも余裕の容量です。そして開口部が広いからもう使い勝手もいいですよね、うん、ゴルフに買い物に旅行に完璧じゃないでしょうか。でこの辺も何気に純正アクセサリーがピカピカのまま、はい、ですよね。なんでこれ買ったんだっていうあの使用した形跡が全くないっていう。そうですね、はい、全く汚れてもないです、はい、これも今ならお付けします。そうですね、はいはい、お付けしますっていうかついてた感じですけど、はい、そしてこの下は、はい、ブルメスターじゃないや、何でしょう、ブルメスターのアンプですね、はい、サブウーファーがついててパンク修理キットと、はいはい、バッテリーと、はい、じゃあ隠し収納的なのはないんですね。うぬうなないのかな、前も、これもこっから前もないでしょ。ですよね、そうだよね、ないですよね、うん、はい、まあ、ただ横かなりえぐれてるし、はい、シートも倒れるんで、うん、はい、もう全然快適に本当にいろいろ使っていただけるんじゃないでしょうか。これ蹴れば閉まるのかな、はい、そんなのもついてる。荷物置きました、はい、手開いても蹴れる、逆もあるのか、まあ押しても荷物出しました、あ、そうですね、両手塞がっちゃいました、はい、でも閉められる、はい、そうですね、あとその辺もスマートに使えるように計算されてると、はい、そうですね、はい、であとはせっかくなんでちょっとリアのウィングも出してみますか。出してみましょう、はい、わあいいね。あ、これって傷がつかないようにここプロテクションが真ん中貼ってあるんですね、こんなウィングが、はい、まあ、標準装備ですけれどもついております。続いてボネットちょっと軽くご紹介させていただきたいと思います。エンジンの方が V8 4リッター、 V8 4リッター、はい、ツインターボなんですね。そうですね、もうポルシェ全部ターボなんで、ターボじゃなくてもターボなんですね、はい、そうですね、だからポルシェターボって子供の頃はポルシェターボって言ったらおおってなったけど、今みんなポルシェターボだっていうね、はいはい、で馬力の方が460馬力ということで、まあ、この大きいボディでもグイグイ、はい、引っ張っててくれる。もうパワーはもう全然余裕ですよね、 GTS だし、はい、エンジンカバーもちょっとこうアルミのヘアラインっぽい感じで、アルミなのかな、ステンか、どっちなんですかね、なんかちょっと高級感とレーシーな感じ、だけじゃない感じがいいですね、はい、まあ、定番のこうバンクの真ん中にタービンとキャタライザーって感じですけど、めちゃめちゃかっこいいですねやっぱり。そして他はもう全部カバーっていう、この辺本当によく計算されて作られてますよね。そうですね、すごいです。はい、じゃあ続いてちょっと車高の上げ下げも見てみたいと思います。お願いします。はい、こんな感じですかね。もうちょい、もうちょい上がります。あ、もうちょい上がりますね。 OK、 はい、結構上がりますね。これが今一番高い状態ですね。これが一番上がった状態ということです。続いて一番下げた状態で、はい、これが一番下がってる状態ということです。じゃあ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。じゃあ続いて転倒周り見てみたいと思います。お願いします。スモールはこのバンパーの上側、ダクト上側ですかね。そしてロービームはヘッドライトのプロジェクターとそれぞれ4つの LED があります。そしてハイビームはプロジェクターも若干持ち上がってるんですかね、はい、と両脇も光るようになってます。そしてウインカーはスモールだったところが光ります。あとミラーの端も光ります。続いてリアも見てみたいと思います。お願いします。リアは真ん中がスモールで光ります。そしてハイマウントと片側4つずつブレーキが光ります。でバックフォグは運転席側ですね、テールのトランク側が
があります。そしてウインカーはこのスモールの一段上がそれぞれ光ります。そしてバックはこのブレーキの間が光ります。ありがとうございます。はい、というわけで今回 GTS ご紹介したんですけど、はい、月村さん、これもし触るとすれば、はい、どんなことをお勧めいたしますでしょうか。そうですね、もうガラッとエアロ組んだりアルミ入れたいというのも手ですけど、まあさらっと行きたい人には、まあ、プロテクションフィルムを、ちょっと車綺麗なんで早めに貼っておきたいですよね。もう今からならまだ傷もない状態で貼れるので、はい、貼っていただいて、あとは、まあ、ホイールですかね、ちょっとスペーサーで気持ち出してあげれば。そうですね、もうせっかくのバシッと決まるんですね、はい、そうですね、はい、オプションのホイールなんで、まあ、少し抱きしてあげると雰囲気変わるんじゃないかなと、うん、まあ、あとは結構ボンドグループ得意な車種でもありますから。そうですね、はいはい、本当にローダウンしたりとか、もう全然違うアメタン履かしたりだとか、あとはもうポルシェといえばテックアウトがありますから、もうフルフルでエアロ組んだりもできますので、まあ、いろいろご相談いただければいろんなことができるんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はボンドカーズ裏よりポルシェパナメーラ GTS をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。